チャースイス、お疲れさん、皆さん元気ですか？アリナちゃんちゃんようこそ。アリナちゃんです。そして、ぜひ皆さんのリクエスト、ビズのありがとうというライブパフォーマンス。まずはね、もしかして皆さん知らない、私はビズのありがとう、知ってるの曲、大好きな曲、たまに聴いてるの曲、ただリアクションしたなら、ミュージックビデオだけ、短いバージョン。まあ、フルバージョンじゃない。普通に。ビズのミュージックビデオの話なら。でも、なんか、この間に YouTube で、ありがとうビズのライブ、2004年の時のライブ、YouTube で、あれ言われてたから。皆さん私にリンク送ってくれてたから、本当にありがとうございます。だから、ぜひ、初めて確かにでしょ？ミュージックビデオしか見てなかったでしょ？だから、初めて、ありがとうのライブ、テレビ？パフォーマンス。まあ、ビズの話なら、絶対完璧。それでもう一緒にチェックしてみましょう。3、2、1、と。この、メロディー。この最初のメロディー。めっちゃ好き。わー、ライブもすごい。いいなー。なんか本当にすごいたくさんビズのライブ YouTube の中で見れた。だからまた新しいやつ見ていつも嬉しい。すごいメロディーでしょ。パフォーマンスももちろんいつも通り、まあリズムだから驚きじゃないね。でもやっぱすごいね、どのパフォーマンスでも。なんかすごい感じでいつもやって、It's time to glow. そこに誰もいなくても。あ、すごかった。この、のせ、このフェーズね。なんか激しくて感じね。わあ、わあ、すごい。やっぱりこの二人すごい。いやー、すごいね。かっこいい。わあ。鳥肌立ったぐらい、すごい。うわー、パワフル。
ありがとう。ありがとう。すごいなぁ。すごいなぁ。わぁ。まだ鳥肌。すごーい、すごい、すごい、すごい。なんかさ、普通になんか切ない感じだけどね。そしてまあ、ロック、エナジーの曲っていうか、ロックバラード。まあ、なんか、落ち着く同時にエナジーな感じ。まあ、ロックバラードだから、まあ、もっとエナジーのスタイルロックバラードっていう感じ。私の変な切ない。またね。でもすごかったよ、なんか、はい、私の言いたかったポイント。切ない歌詞だけどね、同時に、なんかもっと、すごいギター、ソウルと、このメロディでもっとエナジーな感じで、一緒に、めちゃくちゃすご、すごい綺麗な曲できてましたね。ありがとうって、ほんと。そしてライブ見て、ほんとにほんとにほんと、よかった。ありがとうございます。リクエストのリンク送ってくれて、これからもよろしく、本当にもしかして。もしかして YouTube で何か本当に新しいライブなんか現れるなら、ぜひ私にお知らせくださいね。いやー、最高だったよ。いや、なんか、ビズのライブで、本当に、テレビパフォーマンスは本当にビズのジムライブに負けないぐらいかっこいいでしょ。まあね、まあちょっとステージだけの字が浅だけど。まあでもビスのライブ、ジムでも小さいステージもたまにあるでしょ。まあとにかく負けないぐらいね。すごいなレベル。すっごい。そしてすごいな曲。やっぱりその、このメロディ。本当に、いやー、こんなによくよくよーく覚えてる。初めてミュージックビデオ見たときに。これただ、すぐに、なんか、ドキュンって感じやー。まあ、私。普通に歌詞よりメロディ好きな人だからね。まあ、歌詞も大事だけどね。いや、すごいよ。すごいよ。まあ、ここに全部すごいよ。歌詞もメロディも、パフォーマンスも、プー爆発とかのこのエフェクトも、いや、すごかったよ。そう。話しすぎだからね。皆さんそれわかるね。気に入ったのは。はい、ごめんなさい。そして皆さんのコメント待ってます。どうですか？このパフォーマンス、ライブのこと、この曲、もしかして前に私のミュージックリアクションでコメントしてなかったなら、今回ぜひお願いします。この曲のことどう思いますか？ぜひ教えてください。そして次のリクエストも待ってます。そして今日も私と一緒に見てくれてありがとうございました。楽しかったよ。皆さん、もしそう楽しかった、超楽しかったなら、ぜひグッドボタンもシェアとチャンネル登録もぜひお願いします。バイバイ。